世界のどこかでは今日も戦いが深い傷を残して続けられている。一つの人生が駆け足で過ぎる。そしてその向こうには命尽きる日が、ビルの谷間の中の小さな公園、社会に忘れられた孤独な老人、メトロの片隅で寒さに震える。仕事を奪われた人々の群れ、涙。